いいよいよ東京六大学野球が開幕ということになりましたえ今日は緊急 OB 座談会として、各大学野球部を代表する豪華な、素敵な OB の方々にお集まりいただきました、え各大学の魅力、たっぷりとお伝えしていただければなというふうに思います。改めてどうぞよろしくし,よろしくお願いしますトークテーマは優勝へのポイント まあこれからリーグ戦始まるわけですけれども、どこをどうしていけばいいのか、どうすれば優勝にたどり着けるのかというところをですね、ぜひ偉大な OB の方々にご指摘いただければ、プレゼンいただければというふうに思います。慶応義塾大学さんはま3連覇といいますかね、3期連続優勝がかかるこの春のリーグということなわけですけれども、さあ、 どううう優勝を狙っていきますすででしょうかそうですねもうあの主要メンバーが結構抜けてしまったんですよね今回、うん、だそこの穴をどう埋めるかっていうのが一つ鍵になってくるかなと思ってて、はい、でまあピッチャーに関してはねあの増井投手とあと渡辺投手とあと抑、ま、え、あ、に橋本投手っていうのが残っているんですけどそこの間ですね間の抜けてしまった中継ぎのところが非常に今弱い部分なのでここをどう乗り切るか補強できるかっていうのが一つポイント。ええ はいですね、ここさえある程度いけばあとはあの、まあ、広瀬君も残ってますしね<ー>あのバッティングに関してはね<ー>あまあまあい、まあ、くはず。改めてその、はい、抜けたメンバー見るとまずエースの森田選手いないですよね。で正木選手がいない渡辺陽人選手がいない福井キャプテンがいない橋本選手も結構。 行為なくないですかこれ本当大丈夫ですか大丈夫ですよ毎年変わってるんですから慶応って <laughs> いやし堀井監督のすごくいいところっていうのは、はい、あの調子のいい選手から順番に使うんですよねだからそのシーズンで調子のいい選手が<ー>えとだいたいレギュラー、はい 1>, で1から9並んでたりするので、はい、だからある程度その今あの僕も見てる限りだと、はい、あの昨,昨シーズンからですね、はい、そのベンチとそのレギュラーの差ってほとんどなかったんですよ、うん、でそこの差は何かっていうとやっぱ調子の良さだったり、はい、勝負強さのところだったので、はい、そこはある程度あの抜けてもカバーできるんじゃないかなとは思ってます、はい あの新チームになるタイミングって例えば松本さんあの特にこのライバルの慶応義塾大学っていうのはその一番最初の印象というのはどういう風なインプレッションがあるんですは最初にミーティングするときにもあのどういう投手いるかっていうところから始めるのでやっぱ投手陣がどうなってるのかっていうのがやっぱ一番気になりますかね。あ あとはもうここ数シーズン川村さんあの慶応にですね立教はもう勝ててないわけなんですけれどもどうしましょう、これ慶応。KO あのどうしましょう僕もあの実はですね慶応、はい、に落とされたんですね受験をして <laughs> 受,験<で>受験をして落とされて立教に入ったんですけども <laughs> その辺も含め全然関係ないですけど、はい、そこの敵は打ってほしいなと思うんですね、はいはい、こういう選手島岡吉郎大っ嫌いだったね <laughs> 早慶に落ちて明治に来る選手ね <laughs> あいつはりーファに落ちたんだよってねずーっと言うんだずーっと言われて4年間を過ごすというね <laughs> よかったです明治 行ハハハでは、えー、続いて昨年の秋惜しくも2位だったという早稲田大学そうですねあのー、昨年ダブルエースがちょっと抜けてしまったのでリーグ戦での,あの登板したことある選手は本当に少ないんですよなのであの投、ー、手で言えば原選手であったりあの1年生の伊藤選手 ちょっと息のいいボール投げているので、まあ小宮山監督なので、あのいい投手陣を整備してくれるんじゃないかと思ってはいますが、やはりあのそのそういう面でも打線の奮起に期待したいですね。あの広、うん、間選手、まあ特に走行戦強いですから。はい。その辺であったり、あの中川選手、あの経験を多く持った選手がちょっと充実してきてるので、打線が奮起して。 くれることが優勝へのポイントかなと思います。はい。他チームからすると早稲田っていうのはどうご覧になってますか。この特にこう先発の走りが抜けるっていうのははい。敵チームにとっては結構チャンスだったりするわけ。いやそれはチャンスですね。あの野手が抜けるよりもピッチャー抜けてくれた方がチャンスだと。特に私はダ者の方だったのでそれはよく強く感じますね。はい。監督さんっていうのはやっぱりバッテリーからまず作るのかなと思ってましてその主力が抜けてしまったなそこがどこまでこう 各大学、あの埋め切れてるのかっていうところが、やっぱりポイントになるかなと感じますね。はい、でも、どうですか。優勝の可能性としては、これ、もう全然、あの問題なくありますっていう感じですか。松本さん。そうですね。まあ、いいボール投げる投手、は、あの数いると思うので、はい、まあ、系統が。 中心になってくる一<ー>人で投げ切るってことはないと思うんですけど系統中心になってくると思うんですけど、はい、それをどれだけやっぱ打線がカバーできるか、えー、になってくるのかなと思います、はいうん、長い六大学の歴史の中で優勝回数に目を向けると今46回で法政とそして早稲田が並んでるということですから、うん、松本さんそのあたりもちょっと狙っていきたいシーズンあるんじゃないで OB としてはぜひ勝ってもらいたいですね。 さて続いては明治大学こちらについても優勝のポイントをぜひ広沢さんにお伺いしたいんですけれども。まあみんなが他の多大学があのこけてくれて魚振りやない魚振 <laughs> り作戦。毎年東大に負けてちょっとへこんじゃったりしたらね。あ<ー> <laughs> ね明治もちょっと2月のまあ3月のこう来るまでちょっとあのコロナと戦ってたので。はい 選手たたちがねずっっと長かった、まあ、他の大学もみんなそのコロナと戦ってるんだけど明治の場合は長くてやっとオープン戦が始められたのがもう3月に入ってからなので結構ギリギリリ、ね、まだ56試合しかできてないというのもあるので今年はあのこの春はみんなあの楽しみながら私は見たいと。 とか言って中継でめちゃめちゃ怒るのが広瀬さんですからねさあ続いては4位です立教大学秋はね4位でその前の春は優勝争いで惜しくも優勝できなかったわけですけれども川村さんこの立教の優勝へのポイントどこになるでしょうかあのやはり山田君を中心とした打線じゃないかなと思っていますあのや特筆した投手がやっぱり いないのかなとは思っているので、そのあたりをどれだけその打線がカバーしてくれるのか、効率よく点を取るかと、忘れた頃の立教なので、そこは期待しています。こうやって我々はちょっと自虐しつつっていう感じにどうしてもなってしまう部分があるんですけど、いやでもホッテ忘れた頃に勝つの、でも池田君がいんじゃなかったっけまだ。はい、います。先発で、ま、あっは揃ってるもんね。そうなんですね。ですけどやっぱり。 今年からまた勝ち点制になったということなので、やっぱり一人じゃなかなか今、はい、ずっと一人投げてた。でも、ま立教大学としてはどうですかね。その優勝の本当にこう可能性を数値的に出すとしたら、今の段階で川村さんどうご覧になってます？五分。うわあでも五十パーセントある。あああるとそれはあると思います。ですけれどもやっぱり慶応強いので。そうなんですよね。あの慶応です。 いや本当にあのそこにはちょっとなんとか意思、報いてほしいなと思います <laughs> じゃあ続いて、昨年はです、ね、あの秋は5位に沈んだという法政大学、ここの力はあるかと思うんですが、はい、優勝へのポイント、大木さんからちょっと聞きたいなと思うんですけど、はいはい、も、うあれですね、えー、開幕して1周目、2周目、もうここで勝ち点をなんとか落とさない<ー>ということで、すねもう最初、はいあの、波に乗れるかどうかがポイントだと思います。 法はこれ1週目2週目続くんですよね、はいはい、まず最初いきなり早稲田、はい、でその次が立教と、はい、ここなんですねいつも立教に落としてるイメージなんですけどねお<ー> 2>, 2連敗してもう早々にもう消化試合を、はいはい、送ってるなっていうんで、はい、傍観してますいつも。 ということはじゃあここ何シーズンもおそらく勝ち点4で明治とやってるっていう試合はないのかシ、ええーズンないのかなって思っているので<ー>ぜひねそういったシーズンをこ,と、えー、この春は送ってもらいたいなと思ってるんですけど、はい、あの大引さんは3年の秋と4年の春とリーグ戦、はいまあ、優勝が2回だったと思いますけれども、はい、あのその時はどんなことがうまくいって優勝までいけたみたいな思い出ってありますか 一つはあのー、今申し上げた通りあり、のー、スタートダッシュ。えーはい えー、取りこぼさず最後、えー、終盤に、えー、接戦の中で勝ち切れたっていうのは大きかったと思うんですけれどももう一つはやはりディフェンスですかね、はい、はやはりなかなか打線って、うんあのーまあ、野手は揃ってると思うんですけども水物で、はいはい、当てにはならないと思うのでどれだけ、えー、接戦持ち込んで今回はね本当勝ち点戦なんで、はい、2>, 2勝した方が勝ち点取れるということで、まあ、去年のように引き分けでもいいんで3戦目4戦目っていうふうにつないできたら、はい、勝機は見えてくるのかなって思ってます。 ちなみに今一番怖いなあっていう他チームあります？はい、そうですね。まさかえ？えうん、我々？<laughs> <laughs> まあまあどこもそうなんですけど、はい、あの慶応大学がですね、はい、あの私の時もそうだったんですけど、加藤君が一年生の秋優勝してると思うんですよね。で、結構四年生がゴロって抜けたんですよ。はい、主力の選手が。はい、でもその翌シーズン。 ひょっとしたら下馬評は低かったと思うんですけどそのフレッシュな選手が予定以上なその選手なんてうんですか持っているもの以上の活躍をするというのがなんかこう慶応の土壌にあるのかなと思うので<ー>野手、投手いなくなってもちょっと侮れないというか、えー、まあもちろん、ね、あの3連覇かかってますからなるほどすさてお待たせしました小林さん、はい、東大ですよ、東京大学、はい、優勝へのポイントずばりお聞かせください本学も優勝は目指してます、うん、もちろんです。 東大を優勝させようかいっていうのがありましてね。はい。えー、少なくとも50年ぐらい存在してるんですよ。うん、で、優勝したら解散。はい。そういう会があるんですね。えーえーえー、まだ現実にはなっていない。え、しかし。うん。確かに私たちは毎シーズン優勝を目指して戦っている。はい。えー、自分たちが地に足をしっかりつけて平常心でやる。そして目的はどうするか。というと。相手に平常心を失わせる。油断なのか。はい。 それとも金縛りなのか、はい、どちらも他の五大学は本学に対する時はある、はい、油断はある球を見て遅いな守備見て肩弱いなそう密かに思っている、はい、ふっと抜けた時にガチッと掴んで「金縛りにゃ」<laughs> という、はい、このね私たちが勝つ時の黄金パターンを一体何回できるのか。はいうん というのが、ね、今期のポイントになってくる<ー>これが10回できれば優勝ですよはい初優勝で優勝させようかい解散という流れになるわけですけれども落語聞いてるような気分これ立チ読ムってどうですか松本さん例えば東大相手に言って言やっぱりその先ほど小林さんおっしゃったようにちょっと硬くなったり油断があったりって実際そうですね 1> 1回、はい、1> その雰囲気を味わっててまして、えーはい、ややらられた,あやられました、ね、あでも自分自身はそれでおかげでちょっと試合出れるようになったんですけど誰かが落ちていなくなって、はいはいはい、やっぱりあの5回まで0ゼ0で行った時のあの雰囲気っていうのは、はい、ちょと何とも言えない雰囲気があるので、はい、ああそうなんですね。 おそらくね、広沢さんが一番ご存知ありますけど、はい、東大に負けると粛清の嵐があると思いますよ。<laughs> ちょっと気な臭い。そうするとね、っねやっぱり。他チームに負ける時と違う緊張感が。各チームの、はい、今の松本さんのもそれを示唆してますよ。示唆してましたかね。各チームのやっぱり選手のね、はい、やっぱりこうね。こう追い込まれた時の、こうやっぱり心理状態っていうのは、多分ね。 他のチームとの試合とはちょっと違うんじゃないかと思うんですけど、い,いかがでございましょう。ここらの時はね、あの大越がいてね。えええ、大越はあの大学のメンバーにも選ばれたぐらい。そうそうそう。<laughs> あとね、国立高校から市川が行ったんから。一川。高進選手ですね。そう、甲子園はい。なんでね、結構強かったことがあって、アナドルだとか油断だとかなかったね。 ガチンコでしたか。大越サイドからね、こういろんな、ま、今でいうと動くとかいう表現する人いるけど、そういうボールだったので。市、うん、川も良かったし。あの頃は、そうですね。あれは理想形。はい。はい、ただ、あの、最近の見てると、やっぱりいつも言うんだけども。東大が選手点を取ると面白い。同じ、一緒だよね。だから、もう焦り出すからね。相手にプレッシャーをかけて、できれば先制点を取って、プレッシャーをかけて。 で金縛りにさせるそれがあれば勝ち点あるいは優勝もあるんじゃないかと優勝になったら東大初ですからね、はい、優勝させよう会も解散ということになりますのでぜひ東京大学にも頑張っていただければというふうに思います。以上各大学 OB のの優勝へのポイントでした